はじ、えー、めまして、11歳と7歳の息子たちがマインクラフトをしたいというので、会話を頼るなら MacBook や Windows、どのようなノートパソコンをおすすめるでしょうか ?Windows のノートパソコンをおすすめます。あと、ひろゆきさん的に、この年齢の子供たちにおすすめのゲームありますかよし、よければ教えてください、えっと。Windows のゲームが良い理由として、今、Epic Games っていうところが、毎週無料でゲーム配ってるんですよね。で、先週だと FPS で結構有名なやつで、その前とかでも割と有名な FPS のゲームが配って、 まあなんか無料でゲーム配るよみたいなサイトってちょこちょこあるんですけど、エピックってマジで金が余ってて、フォートナイトやってるとあなんですけど、余った金を ゲーム会社の普通に支払わせるレベルのやつを買って、ユーザーにバラバラ配る。バイオショックとかも配ってましたね。っていうのがあるので、なので、あの、まあ、ちょっと遅いやつなんですけど、たまに最新版を配ったりもするんですけど、なのでちょっと遅いけど、割と面白いよね、みたいなゲームっていうのを、毎週配るんですよ。で、バックだとやっぱできないこともあったりするので、グランドセフトオートとかも配ってましたね。 っていうのもあったりするので、あの、Windows で、とりあえず Epic に登録しておくと、毎週毎週新しいゲームができるっていう。で、多分、英語のゲームばっかりなので、やっぱ、ある程度ゲームやるために英語を覚えなきゃいけなくなるんですよね。子供っていうか、ゲーム好きな人って、ゲームのために言語を覚えるんですよ。ストーリーとかだと、さすがにコミュニティーとわかんないですけど、操作方法の説明とか、じゃあ、ユニットの名前とかぐらいやったら、英単語でスマホ覚えちゃったりするんですよね。 だから例えば、ダイヤウルフって言われて、どういう狼かって、大体わかるんですよ。ゲームやってる人は。椅子にいっぱい剣が生えてる。ゲームオブスローンで狼が出てくるんですけど、あ、ダイヤウルフなんね、これっていうだけで、あ、こういう感じの狼ね、みたいなのがすんなり入るみたいな。ライカンスロープって言われると、ああ、あれね、あのね、変身するやつね、みたいな。っていう感じで、割と単語に対するその知識っていうのが増えるので、なんで外国語の学習の上でも、 割と僕は英語のゲームをやるっていうのはいいんじゃないかなと思います。